アメリカ国議会上院が超党派で尖閣諸島防衛義務を表明。日本としては嬉しい限りです。今回尖閣についてアメリカの意思を詳しく見ていきます。新冷戦となるんでしょうか。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は、国際法をねじ曲げ露骨な、海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて、今後同委員会で審議することを明らかにした。280ページにも及ぶ、この法案は、今後、米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものである。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じか、それ以上の危機として、東アジアにおいて一触即発の状況の下、超党派で、国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員に押しかかっていた重しが取り除かれたおかげであろう。この法案では、米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め、防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために、米国からの支援を優先させ、中国との競争において、その軍事的投資は適当に割り当てるべきとしている。台湾との関係強化については、政府、軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺ともいえる強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしている。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく、非米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれている。そして、日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたのである。2、日米安全保障条約第5条では、各締約国は日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならない。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は、声明を発表、かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして、米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにした。これを受けて、中国外務省の張立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらず、ウィンウィンの関係を築くことを願っているが、中国の主権、安全保障、
国益を脅かす者には。対抗していくと、強い反発を示している。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日。米、欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っている。中国は、ここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を、埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては、日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して、海峡局艦艇を派遣して、日本の領海に居座らせ続けている。さらには、台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで超えることが、ほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による、台湾防空識別圏、ADIZ へ侵入を繰り返している。これらの中国軍の動きに対して、米国は、第7艦隊所属の駆逐艦による、航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきた。そんな状況下に中国は4月5日空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と太平洋に進出させ、台湾周辺で訓練を実施したことを発表した。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練、ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされている。ラペールズは、クアッド、1、米、5、印、4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであった。また、中国海軍によるG 行動には、もう一つの意味があるとして、それは、4月16日から開催される日米首脳会談への、牽制であろうとする声が上がっている。この日米首脳会談では、バイデン大統領から、菅首相に対して、台湾有事への、危機感の共有と、日本による、サポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされている。今回の米国上院議会による戦略的競争法で法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられる。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には、安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件ではないだろうか。米国にとっては、台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の非ではなく、米国にとっては、どうでもいい尖閣諸島での安保適用を明言してまでも、日本の後方支援を必要としているのである。これに対して、
菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されている。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためには、レアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は、中国である。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが、菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがある。また、対中国において、バイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつく。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、9日に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表した。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいる。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないのである。アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしました。調べているうちに、この J-20 戦闘機のヤバい情報を入手しました。今回は J-20 戦闘機を中心に詳しく見てきますね。中国空軍の最新鋭戦闘機、殲20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称は、タケシ竜、マイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22、ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで世界で3番目のステルス戦闘機です。
世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において、この3機種、F-35 には、派生型として、通常離着陸型の A 型と、艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に、運用が開始された、ロシアのスホ、I-57 だけです。2022年3月に、アメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っている。それによると、東シナ海において、アメリカ軍の F-35 形式は、不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して、航線寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって、J-20 の性能と中国軍パイロットのデリ度について、想像していた以上に高いものであったとしています。また、その際に、付近には、中国空軍の早期警戒管制機、KJ-500、空強500も飛行していて、それらの間で、統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で、対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、ウィルスバック司令官は、J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も合わせ持つ、マルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような性空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしています。J-20 は、中国航空工業集団工事の一つである成都比企工業工事で開発されたことから、チェングズ、成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では、死体、中国語で、リボンを意味するとも呼ばれています。これは、第5世代機の中国での呼び方である、4代機の、4代、と、死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているのです。J-20 の開発は、1990年代に始まり、2010年の末に、成都比企工業工事のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになりました。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が、電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積、RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値は、アメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られています。2016年、11月1日に、広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしました。2018年9月には、J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされています。なお、第5世代ステルス戦闘機では、世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員は、ロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられています。現時点で推定されている、J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空虚重量 17,000 キログラム、
最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度2万メートル、最高速度2500平方キロメートル、最大航続距離 5,900km とされ、双発のエンジンは、初期型においては、ロシア製デスホ、B27、フランカーに搭載されている、サトゥールム AL31FM に、最大推力 145kN を搭載していました。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで、国産エンジンの WS10C、最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしました。中国では、J20 用エンジンとして、WS15、最大推力 180kN の開発を進めていますが、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたのです。しかし WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙 SCMP が報じています。また、J20 のセンサーには、アクティブ電子操作アレイ、AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは、2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は、24kW に達するとされています。この数値は、F22 が搭載している AESA レーダー、ANAPG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは、ANAPG-77 より、探知距離が長いのではないかと見られています。また、J20 には、F35 に搭載されている、ANAAQ37 エオダスによく似た分散開口システム、DAS が採用されており、機体の各部に、複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には、F35 と同様に、電子光学照準システム、EOTS を備えていますが、F35 の EOTS-86 が空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の捕捉、照準に比重を置いていると見られています。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは、1億から1億2000万ドル、約132から160億円と言われていますが、2000年代の初頭では、4億5000から5億元、約88から98億円、とされていたもので、それは、開発過程において、大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は、約300億元、約6000億円、以上であろうと見られています。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが、1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると、J20 はかなり高いが、量産体制に入ったことで、現在では多少は下がっていると思われます。また、日本が購入する F35 の価格が、1機約130億円と、J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになって、カモにされているのではないかなどとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっていますが、これは、日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているのです。防衛省は、主力戦闘機採用の条件として、国内企業に、機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、
F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が、機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに、日本企業が参画することを認めています。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて、国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためですが、そのことで、新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が、調達価格に上乗せされているのです。そして、J20 の研究開発費が、約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から、退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに、批判が上がっています。しかしながら、これについては、過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方があります。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは、国防上必須であり、特に高額な装備品である、戦闘機の国産開発、製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている、現状を踏まえ、ここは、多額の投資によって、国内企業の防衛産業参画を促しておくべきでしょう。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があります。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければなりません。もはや、中国はアメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではなさそうですよね。ロシアは、現在、兵力や武力不足で衰退していますし、意識する本当の相手は中国なのかもしれません。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものです。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々、日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。
日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて後悔する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言って良い海自相手というのは、中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回は、そんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年、年の初めに、発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜、昭九と見られる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために昭九原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても、潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの昭九原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって大きく二つに区別されるようです。一つは、今回の昭九のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは、潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。と言っても、真のところは、どの潜水艦でも大した差がない。同じようなものと言えましょう。なぜなら、潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり、居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、昭九潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず、尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし、
返事の。必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと、指摘しました。この小級原子力潜水艦の初舷ですが、全長 107M、幅 11M、潜水艦の、大きさを表す排水量は6000〜7000トンで、2006年、平成18年頃から、収益が始まった艦ということです。小級原子力潜水艦は、形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦、旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに、昭は中国古代に存在した伝説に近い王朝で殷とも呼ばれます。漢は項羽と劉邦の戦いで有名な前漢、三国志の前時代である五漢などでご存知の方も多いと思います。共に、歴代王朝の名前を、潜水艦の名前につけるところに、中国のプライドが、感じられるような気がします。さて、小級原子力潜水艦の3、4番艦は、長さが少し延長されて、騒音が、抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が加えられたので、バージョンアップしていると予想されます。093型小級原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には、収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が収益したことが確認されるまでは、現状の、093型小級原潜が、中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても、差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の、艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという、今回の行動が、本当に093型。小級原潜の実力だったなら、日本側にとっては、組みしやすい相手と、判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと、海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の、東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して、培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがにこの分野については数で言えば中国にかないませんが、質では日本がはるかかに高いと言えるようです。海事は仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底にセンサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ中国の潜水艦を個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時からその動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦にはそれぞれの艦に応じた音門と呼ばれるものがあります。
人間でいう指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音紋のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中で、コツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば、日本の領海防衛の用途例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は、中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上。航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして、最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし、位置を把握されないように積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら海自潜水艦が当該原潜を沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍がどんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は実際の武力行使に及ぶことはありえません。それに至るには政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク攻撃のような一方的な展開は現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも国際的非難にさらされることはなるべく避けたいと考えているはずですから、もちろんこういう状況は中国でもある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁ともいえる防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。前トランプ大統領に代表されるように、アメリカは、
強硬な対中政策を進めていますが、今回は、なんと、大統領選挙中に中国へ警告とも思われる行動を起こしました。戦略爆撃機が中国へ侵入したというのです。アメリカがこんなことをするとは、びっくりしますね。一つ間違えれば、アメリカ VS 中国の戦争に発展しかねない、危険な行為ではなかったとかと思われます。では、どんな作戦だったのか、見ていきたいと思います。香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは、2020年11月27日、アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が、中国の防空識別圏に侵入したと報じました。これは、アメリカによる中国牽制の示威行為だと見られると分析しているそうです。サウスチャイナモーニングポストの情報ソースは、民間航空機追跡サービスのエアクラフトスポットからのものと述べています。それによると、B-1B 戦略爆撃機2機は、アメリカのグアム島から発進したとのことです。グアム島のアンダーセン基地から発進した2機の B-1B 戦略爆撃機は、空中空輸機2機も随伴させていて、この空輸機から空中給油を受けながら飛行。北西の日本方面に向かって飛んだ後、進路を変えて、台湾方面の西へ向かいました。そして、その方向のまま、東シナ海に中国が設定した防空識別圏に侵入したと見られるのです。アメリカ空軍機の動きを知った中国空軍は、2機の戦闘機をスクランブル発進させ、同時に B-1B 戦略爆撃機2機に、警告を発したそうです。実は、この当時、中国軍は、B-1B 戦略爆撃機が侵入した東シナ海を含む、南シナ海や渤海などの4カ所で、軍事演習を敢行していました。ということは、その軍事演習に対する、アメリカの牽制行動、脅し?と考えられるのです。一つの中国を主張し、台湾は中国の一部と豪語する中国は自国領だから遠慮する必要はないとばかり、台湾の領空や領海への侵入を繰り返しています。歴史的圧力や国民感情は全く無視していることは言うまでもありません。特に2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為が多発しています。対応すべき役割を担うはずの台湾空軍主力航空機は F-16A-B ブロック20戦闘機ですが、この150機は1990年代平成一桁に購入した機体ですから、何と言っても老朽化が著しいのです。たまたま訓練中に事故が発生したこともあり、飛行停止中でした。つまり、領空侵犯されても、対峙する戦闘機がないという状態だったのです。台湾の空は開けっぱなしだと、中国軍は考えたのかもしれません。要するに、中国の侵入に対する台湾の防衛力はいつもよりずっと劣っていたことは事実です。防空面の危機的な状況があったため、アメリカ空軍は B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと推理されているのです。つまり、アメリカは台湾へのアシストを狙って行動したものとみられているのです。前述のサウスチャイナモーニングポストは、爆撃機の中国防空識別圏への侵入に対して、アメリカが B-1B 戦略爆撃機ほどの大型軍用機をこのように飛行させることは滅多にないことで、逆に言えば今回の行動はかなり直接的な中国への警告ではないかと推察しているそうです。
アメリカが中国を無視できないという証拠のようなものでしょうね。それほど中国の存在が大きくなっているということでもあるのでしょう。経済力のある国を世界は無視できないですからね。それは平成バブル時代の日本も同じだったはずです。ここで改めて B-1B 戦略爆撃機について紹介しましょう。B-1B 戦略爆撃機は1970年代昭和45年から54年に旧ロックウェル社が開発した戦略爆撃機です。現在はロックウェル社を吸収したボーイング社が供給していますが、大型爆撃機としては珍しい可変翼を持つ機体ということで知られているそうです。この機体は4機が最初に試作機 B-1A として製造されました。今回の B-1B はその改良量産型として登場し、1986年昭和61年に実戦配備されました。それ以降、現在までに100機が就役しました。登場時は東西冷戦の最中だったので、かなり稼働したようですが、1991年、平成3年に旧ソ連が崩壊し、実質的に冷戦構造が終了したこともあって、この B-1B は現在でも現役バリバリで活躍中とのことです。B-1B 戦略爆撃機の各データですが、乗員4名、全長 44.81m、全幅最大 41.67m、最小幅 23.84m、全高 10.36m であり、エンジンターボファンが4機、爆弾搭載量については、機内分が 34.02トン、機外分は 26.7 トンという大きな数値を誇っています。スピードは最高速度がおよそマッハ 1.25、 航続距離は約12000キロです。胴体内には3つのウェポンベイ、兵装があって、自由落下式の無誘導爆弾から精密誘導爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能という優れた機体とされています。この B-1B 戦略爆撃機の実戦経歴を紹介しますね。2001年、平成13年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年、平成15年のイラク戦争、2011年、平成23年のリビア内戦、2015年、平成27年と2018年、平成30年のシリア内戦など、主に中東方面での実戦投入経験が豊富ということがお分かりでしょう。とはいうものの、当時の冷戦終結という時代背景もあって、1994年、平成6年には、第二次戦略兵器削減条約、スタート2の制限対象になったので、現在配備されている機体すべてには、核兵器運用能力がないそうです。核兵器を、この B-1B 爆撃機には積めないということですね。実は、この B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機へ搭載するために、調達を進めている JASM や LRASM 等の巡航ミサイルも運用できるということです。つまり、空対地、空対艦攻撃に使える機体ということなのです。こうなると核兵器が載せられないという前提なのが、日本には幸いですね。非核三原則はまだ有効なはずですから。JASM は正確にはジャスマーで、マックス射程距離は約925キロにも及んで、空対地攻撃が可能という高スペックなミサイルと言われます。防衛省に言わせると、敵の射程距離外から攻撃できるスタンドオフミサイルであるという認識らしいです。そして、ロラズムは、
空対地巡航ミサイルのジャスマーを土台として空対艦巡航ミサイルへ発展させたミサイルで、ジャスマー同様、敵艦に向けたスタンドオフミサイルとみなすことができると言えましょう。なお、ジャスマーは2016年、平成28年からより一層射程距離を伸ばし、2倍以上の約 1900km まで延伸した新型のジャスマー開発も進めています。このミサイルは、いずれ日本でも購入することになるだろうと見られているようです。ただし、こういったジャズ、ム、系の巡航ミサイルは、射程距離の延伸は確実に進んではいるのですが、ネックがあるそうです。それがスピードで、速度そのものは、依然として亜音速の巡航ミサイルですから、そのスピードのせいで敵から、迎撃されて落とされる可能性があると思われているのです。2020年9月、中国の SNS 上に、中国空軍が投稿した動画が出回りました。その動画というのが、中国空軍の H6 キロ爆撃機が、グアム島のアンダーセン基地と見られるターゲットを、空対地巡航ミサイルで攻撃する内容だったのです。言うまでもありませんが、グアム島は、アメリカの領土です。そのグアム島の基地を攻撃するということは、アメリカへの宣戦布告と同じことではないかと考えられるのですが、中国の動画のような攻撃が実際に可能だとすれば、前述のように、グアム島のアンダーセン基地から B-1B 戦略爆撃機が発進するのは非常に難しいでしょう。でも、そこはアメリカと言うべきでしょうか、先読みが得意なお国柄と言うべきか、すでにこういった事態を憂慮し、想定し、戦略爆撃機を本土へ帰還させる動きを見せているのです。さすがに、アメリカ本土まで一気に攻撃したら、全面戦争になることを中国も避けたいと考えていることでしょう。たとえ、国内に、強硬な対アメリカ論者が多かったとしても、自分から仕掛けたという形になることを中国は、望まないはずです。日本の真珠湾攻撃を批判する国ですからね。自分たちが、第二のパールハーバーを起こしたと言われたくないはずです。多分。アメリカもそれが分かっているから、爆撃機を本土へと移動させたのでしょう。さて、爆撃機に積むミサイルの性能が、年々向上していることを説明しました。今後は、前述のように、長距離巡航ミサイルの射程距離が延伸したり、極超音速化の影響で、速度が一層速くなることも考えられます。つまり、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態になっていく。韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、火事場泥棒をじみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが竹島を日本領土だと認識しているというのです。今回は竹島の領有権関連についてスポットを当ててみていきたいと思います。
現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は、非常に大きいので、いやでも、最大の係争地域として、重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように、中国海峡局艦船と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配を何とか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが、中国なのです。中国は台湾統一を果たすために尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは、事実上困難でしょう。日本は、憲法によって、紛争解決に、武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することは、できないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による物理的な防衛を強化していく方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということでしょう。つまりアメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論がアメリカ中には一定数存在しているということです。そして、これは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について、前述の通り、急展開が起こりました。日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は、東京都千代田区霞が関にある、領土、主権展示館でした。2021年9月28日から、領土、主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする、西側連合国と締結した、サンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されていました。
歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年、8月、敗戦国になった日本は、アメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土、主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物領島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。この領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化する、新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けるとわかっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示等によって韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても韓国は2007年平成19年に就役させた強襲揚陸艦に徳島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も日本への対地攻撃を意識した潜水艦、
島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は、自国領土でも、一度実効支配されてしまえば、北方領土のように、手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく、尖閣諸島が同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。数年前から日本が力を注いできたクワッドタスですが、南シナ海での警護任務と合わせ、いよいよ対中包囲網が完成しつつあるようです。もともとクワッドタスは中国に対抗した枠組みでしたからね。様々な国の思惑が錯綜していますが、中国からの無視できない情報が入ってきました。中国が南シナ海に人工島を作ったことは一時話題になりましたね。その人工島が爆破されるらしいというのです。今回はこの人工島爆破について見ていこうと思います。もともとはちっぽけな島でしたよね。でも今では小さな国の面積になってませんか。中国系ネットメディアであるタタダシ新聞の報道によると、2020年7月、アメリカ政府は中国が知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令しました。それに引き続いて中国は実効支配している南シナ海に干渉を埋め立てて人工島を作ったのですが、そこを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いというのです。世界地図を見てお分かりの通り、南シナ海は海運による物流量が世界の4分の1を占めるほどの海運物流の要所です。日本においても中東からの原油輸入における重要なシーレーンなのです。ここ数年、この南シナ海において中国が20世紀初頭に自国内で定めたとする九段線の地図を根拠として、水域の8割に領有権があると主張し始めました。それに基づいて干渉を埋め立てて人工島を造成した上に軍事基地を建設したりして、周辺諸国との間で摩擦を広げる一因としています。中国の行動に対し、アメリカは中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張している当初12海里内にイージス駆逐艦を航行させるという航行の自由作戦を展開しました。アメリカ一国だけでなく、オーストラリア海軍などにも参加を促し、南シナ海での中国の海洋権益を認めない姿勢を見せています。アメリカのポンペオ国務長官も、中国は恐喝に等しい行動によって南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害しているとの声明を出し、強く非難しました。ここで九段線について説明します。九段線とは別名有事線、牛舌線とも呼ばれている海上のラインです。もともとは1953年、昭和28年、南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権と、両諸島周辺の領海、排他的経済水域、
EEZ、大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が、権利主張のために地図上に引いた、断続する9つの破線のことなのです。ここで大事なのは、当時の中国と中華民国だけの取り決めということです。海域にある国々のことは無視しているわけですね。2016年、平成28年、7月、フィリピンは、オランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てを行い、裁判では法的根拠がないため、国際法違反であるとの裁決が下りました。この判決を根拠にして、アメリカは中国の実効支配への動きに反発しています。2020年7月には、先に登場したポンペオ長官が、中国の主張は違法であり、世界は、南シナ海を中国の領海とすることを認めないという声明を発表したのでした。この長官の声明について中国の反応です。北京大米国研究センター王主任はアメリカが11月の大統領選挙前に南シナ海で武力行使する可能性があると推測を述べていましたが、ただし新聞はポンペオ長官の声明はアメリカが南シナ海を奇襲するために法律的根拠を与えたものという解釈を述べています。他の中国メディアですが、香港サウスチャイナモーニングポストは、アメリカ軍は南シナ海に毎日のように複数の偵察機を送っていると断定、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行を従来にはない回数と規模で実施しているとも報じました。ただし新聞によると、アメリカが奇襲攻撃をするなら、まず中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島だろうと予想していて、次の攻撃目標は、スプラトリー諸島、南沙諸島になると見ています。さらに、中国が、軍事施設、滑走路とかを建設しているファヤリークロス礁、レーショ礁ミスチーフ礁、ビズミ礁スビ礁、渚壁礁なども攻撃して破壊、周辺の暗礁もミサイルなどで破壊するだろうとも予想しているようです。最終的には中国が実効支配している干渉だけでなく、他の国が領有権を主張している暗礁なども含めて戦略爆撃機を使って爆撃し、すべてを消して、南シナ海の領有権主張紛争を一気に解決するという推理を述べているのです。血で血を洗う喧嘩が止められないなら、原因を消してしまえば、喧嘩の理由がなくなるから、すべて、解決だろうアメリカは、そう考えていると、中国が推理しているということですね。そんな単純なものではありませんし、アメリカが恨まれるだけでしょう。こういった報道に対し、北京外交筋は、奇襲攻撃前に、まずは、アメリカから、南シナ海の人工島に建設した、軍事施設の撤去要求があるはずだという見方をしています。万が一攻撃があるとすれば、アメリカの撤去要求を中国が拒否した、場合だろうとも語っているのです。その後の展開ですが、結局、アメリカの大統領選挙前に、アメリカ軍の攻撃への動きは、ほとんど見られませんでした。あるとすれば、空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのものですから、ただし新聞のアメリカ中国海戦予想は、外れたということになります。アメリカ密輸両選挙の結果としては、共和党のトランプ政権から、民主党のバイデン政権に移行中ですから、内政で手一杯のアメリカは、しばらくの間、中国への動きを見せることはないと思われます。しかし、南シナ海は、無視できない、豊かな海域です。漁獲量豊富な漁場があり、海底には、石油、天然ガス資源が期待できるだけでなく、前述のように重要なシーレーンでもあるのです。
だからこそ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどの国々と中国との対立は、この先も収まることはなく、いずれは、代理戦争としてのアメリカ VS 中国の構図が、より鮮明になってくるのではないかと考えられるのです。九段線をめぐるアメリカ以外の動きですが、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことに反発したベトナムとフィリピンは、パスポートの詐称欄へのスタンプ捺印を拒否、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているそうです。インドは中国との国境係争地域をインド領にしたデザインの詐称スタンプを作成、中国のパスポートの九段線の上に押すなどして抗議しているといいます。インドネシアは外務大臣が、九段線は絶対認めらない。中国は、国連海洋法条約を遵守する義務があると、声明を出しました。同時に、九段線に接するナトゥナ諸島の陸、海、空の軍備強化に努め、北方海域を、2017年に、北ナトゥナ海と改称、地図に記載しています。アジアの国だけではありません。香港問題なども注視しているイギリスは、最新鋭空母クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣、中国を牽制するとともに、今後の南シナ海での活動を見込んで、日本にも寄港して、補給基地として利用できるかどうかの調整をすると考えられているのです。そういった状況で、中国人民解放軍は、2020年8月の対艦弾道ミサイル発射実験において、ターゲットとして、実際に船を配置し、2発を命中、撃沈していたことが明らかになりました。この弾道ミサイルは、空母キラーと呼ばれているトンプー型ミサイルで、消息筋によると、中国浙江省からコチ 21D、射程距離 1500km、西部青海省から、東風 26B、4000km を一機ずつ発射し、両方とも航行させていた標的船に命中させたと言っています。このコチは、移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のすべての場所から発射可能であり、発射前の探知は非常に困難なので、着弾前の撃墜は難しいと見られています。この弾道ミサイルでの船舶攻撃実験は、南シナ海有事に展開されると予想されるアメリカ空母やイギリス空母に対して、東風での攻撃が可能ということを見せつけました。アメリカやイギリスにとっては、かなりの脅威になると思われます。